すでにゴーマに。ここに隠れろ、ベルベット。俺はセリカを助けに行く。これを持っていれば大丈夫だ。セリカが魔法をかけてくれた生きる勇気をくれるリンゴだ。本当？本当さ。俺が嘘をついたことがあるか？セリカを助けたら迎えに来る。いいか、怖くてもくじけるな。何があっても諦めるんじゃないぞ。絶対諦めないよ。私はラフィーのお姉ちゃんで兄さんの弟子だもん。あの日から世界は変わった。魔物に疲れた人々、人間を食い殺す地獄に、絶望に凍りついた私の心が感じるのは、血まみれの肉の味とあの男への憎悪だけだ。起きて、ラフィー。
朝だよ。おはよう。もうラフィーって呼ぶのやめてってば。子供っぽい。いきなり文句とは。調子いいかな。ちょっと熱があるわね。今日はおとなしく寝てなさい。ちょうど新しい薬が届く日だし。僕岬に行くつもりだったのに。ダメ、今日は我慢。本くらい読んでも。ベルベットを困らせるな、ライフセット。そんなつもり。アーサー兄さん、もう巻き割りを？ああ、一冬分やっておいたよ。だが、出かける用ができてしまってな。薬の代金は少し待ってもらってくれ。なら、私が稼いでくるよ。ウリボアを何匹か狩れば、薬と交換できるでしょ？お前一人でか？アーサーの先君その一。作戦は堅実に、対応は柔軟に。わかった。弟子の腕を信じるとするか。すまんが頼む。ごめんね、お姉ちゃん。ごめんもすまんもなし。家族なんだから、当然、でしょ。では、行ってくる。お粥を作ってあるから食べてね。夕方前に戻るから。わかった。気をつけてね、お姉ちゃん。ウリボアの狩り場といえば、村の外の沈めの森よね。ラフィーの薬のため、気合い入れないと。7年前の開門の日以来、世の中はすっかりおかしくなっちまった。寒冷化に飢饉、何より人間が化け物になっちまうゴーマ病の流行だ。まさか人が例えでも何でもない本物の怪物に変わるなんて。ゴーマ病、原因も治療法もわからないのよね。ああ、ただはっきりしてるのは、化け物ゴーマになった奴らは異常な力で暴れ出して人間を襲うってことだ。まるで地獄の門が開いてこの世とつながったみたい。開門の人はよく言ったものよね。そういや、セリカが亡くなったのも開門の日だったな。お前の姉さんはこんな世界で苦しまずに済んでよかったのかもしれんぞ。セリカ姉さんが死んでよかったっていうの？そんなはずないでしょ。例え話だよ。すまん。バカだね、この人は。ごめんよ、ベルベット。
そういえばアーサー兄さん、最近夕飯にあれを食べたいってリクエストしないな。いろいろ物騒で村の仕事にも駆り出されてるし疲れてるのかな。よし、今晩はセリカ姉さん直伝のウリボアの肉たっぷりなのにさっぱりシチューにしよう。栄養満点のお肉を食べれば疲れも熱も吹っ飛ぶわよね。ねえベルベット、ライフィセット元気になった？ううん、まだちょっとかな。残念。良くなったらまたクワガタを探しに行こうって言っておいて。ええ、よろしくね。ライフセットの病気だいぶ長いわね。相変わらず周期的に熱が出るの。薬を飲むと少し良くなるんだけど。大変ね。何か手伝えることがあったら言って。ありがとう。けど大丈夫。力仕事はアーサー兄さんがやってくれるし、それに兄さんが来るまでセリカ姉さんは一人で私とラフィーを育ててくれたんだから、私も頑張らなきゃ。やっぱり姉妹ね。そういう前向きなところセリカにそっくりよ。本当？そうなら嬉しいな。森に行く前にいろいろ買い足しておいた方がいいかな。お金に余裕はないけど、勝敗は戦う前の準備で決まるって兄さんも言ってたし。ゴーマ病は聖主様が下された罰なのじゃ。祈りを忘れたわしら人間への。聖主？世界は四中の聖主様によって形作られ、一中の聖主様に沈められる。恐れよ、矛盾の法話を。されば沈めの時来たらん。大丈夫？家まで送る？なんの子供扱いするでない。ならいいけど。ああベルベットや、岬に行くなら気をつけるんじゃぞ。沈めの祠に落ちないようにでしょ。分かってるわよ、子供じゃないんだから。そうじゃった、お前ももう13歳だものな。16なんだけど。
ブリボはこの辺りにいるはず。ブリボは見っけ。この調子で狩りまくるわよ。最近例外がひどいけど、ウリボアの肉を待ち向けに売れるようになったのはありがたいわね。ラフィーと兄さんも村を挙げて飼育できればとか話してたけど、問題はウリボアの気性が荒いことよね。おとなしい豚と掛け合わせたらいけるかな。そしたら名前はブーリ？なんか臭そうね。あとはウリタ。うん、ウリタがいいわ。可愛いし。けど可愛すぎてちょっと食べにくいかも。その2、敵を知り、その弱きを攻めろ。へい、そこよ。へい、へい、そこよ。へい、へい、そこよ。へい、へい、そこよ。まあまあね。you
行くわよ。せいっそこ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 よ。せや。えい。せいっそこよ。せや。まあまあね。これだけあれば薬と交換できそう。お店に持って行こう。危ないわね。また崩れて穴が広がってる。柵を作った方がいいって何か言っても、触れちゃいけない場所だからって。セリカお姉ちゃんにもよく脅かされたっけ。ここは地獄につながってるのよって。そんなの信じるほどもう子供じゃないけど。もしかして私が勝ったウリボアの。千君その三、剣を抜いたら迷うな。非常の戦いは非常をもって制すべし。
シャリーズ。タイマシの技。自負と不安、敵への同情、勝利の歓喜。お前は感情が豊かすぎる。それではいつか破滅するぞ。ま、うん、あ、この子の長所でもある。え、分かってるさ。だがそれでは。兄さん、アーサーの戦訓その4だよ。勝利を確信しても油断するな。あ、はい。ともかくこれでライフセットの薬代を払えるだろう。売る方の売り場は俺が先に店に届けておこう。先に？会う予定だった知人が遅れていてな。おそらく今夜は帰れない。それを伝えに来たんだ。薬はお前が受け取ってくれ。うん。もう一つ、村の近くでゴーマの群れを見た。万が一襲われたら迷わず逃げるんだ。ううん、ゴーマが来たって私が。ゴーマと戦えるのは大魔師の力を持つ者だけだ。それが現実の断りだ。感情ではどうにもならない。私も慣れないのかな、大魔師に。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？なぜって飛ばないと餌を捕まえられないし。大魔師になるには特別な才能が必要なんだ。だがそれを持った人間はもうほとんどいない。はい。明日はセリカたちの命日だ。なるべく早く戻るよ。うん、お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。たち兄弟だったのかな。見逃してあげればよかったかな。けどそれじゃラフィーの薬代払えないし、狩りのおかげで薬も買えるし栄養だってつけられる。これは仕方のないこと、理性的な判断なんて。いちいち悩む時点で感情に振り回されてるよな。食料の買い出し？さ、そっちは狩りの帰り？うん、大量だった。頼もしいね。あんたが男だったら絶対惚れるわ。よかった、女で。女子ならもうちょっとおしゃれしなさいよ。使ってた櫛が割れちゃったのよ。新しいのは？そりゃ買いたいけど。おじさん、串乙女価格にならない？いきなりなんだ。いいってニコ、今日はライフセットの薬を買いに来たんだし。ベルベット、アーサーにも伝えたんだが、例の薬まだ入荷してないんだ。え、なんで？もしかしてゴーマのせい？町の方でゴーマ病がひどくなってるそうだ。この辺りもゴーマの群れがうろついているようだし。いつ届くの？わからん。届いたとしても
値がいくらになるか。そんな、ミッドガン王国は何やってるわけ？軍隊とかいるでしょ？そんなもの、とっくにゴーマに蹴散らされちまったよ。ここは大丈夫だよね。ベルベットのお兄さんは大魔師なんだし。どうだかな。アーサーの右手は怪我で動かんのだろう。そもそも自分の妻子も助けられなかったんだし。薬届いたら知らせて。もちろんだ。これはサービスだよ。ベルベット、覚えてるよね、特製キッシュの作り方を教えてくれる約束。獣医見習いの人にプレゼントするって、あれ本気だったの？もちろん。お願いね、私の人生の一大事なんだから。けどおじさんたちに反対されたんでしょ？周りがどう言っても関係ない。大事なのは私の気持ちなんだから。いいこと言うわね。私が男だったら絶対惚れるわ。でしょ。ラフィーお腹空かせてるだろうな。急いで帰らなきゃ。オルとトロス元気ないわね。そうなのよ、ずっとこんな調子で泣いてるの。弱そうなのはいつものことだけどね。この前2匹揃って猫のルルに追われて木の上まで逃げてたわよ。頼りないな。雷が鳴った夜は私のベッドに逃げ込んでくるし。オル、トロス、あんたたちもっとニコのボディーガードとしての自覚を持ちなさい。期待薄かな。可愛いから許しちゃうんだけど。ベルベットのキッシュってお姉さんに教わったんだよね。うん、セリカお姉ちゃんのには一味及ばないんだけどね。うん、十分美味しいって。シンプルだけどすごく上品な味だし。それは生地とチーズに秘密があるのよ。タリエシンの町に持って行ってもきっと評判になるよ。今度二人で作って行商に行かない？お揃いの売り子服とか着て。売り棒は分かるより儲かるかな？根拠はないけど儲かる。あんたが愛想よくすればより確実に。ならやってみてもいいかも。ラフィーにいい冬物を着せてあげたいし、兄さんの革手袋もボロボロだから新しいの。初対しみすぎだよ。気持ちはわかるけど、もっと自分の夢も見ないと。私の夢か、特にないわ。ラフィーと兄さんと静かに暮らせればそれでいいし。まったくもう。けどだからベルベットのキッシュは美味しいのかもね。